こんにちは、土の子です。さあ、にゃんこ大戦争のね、びっくりマンコラボ、ずっとね、やってるんですけれども、まあ強い、ほんと。もうユーザーランクね、600ぐらいじゃね、ほんと太刀打ちできないね。今なんですけれども、天使軍が来まして、天使軍ね、一回ちょっと挑戦してみたんだけど、レベル1負けました。レベル1で。でね、みんなからね、結構アドバイスもらって、日本編、未来編のね、お宝をしっかり集めなきゃということで、未来編とかね、まあお宝ほとんど、この、右下のね、ブラジルの以外は、ゲットしました。で、まだ、浮遊大陸が今、クリアできてない状況ですね。ここの多分最後だと思うんだけど。で、あとね、みんなからレアガチャは、こう最終日近くになんか大放出あるから、その時にね本気出すんですよということで、まあそこに向けてね、ちょっと猫缶集めていきたいんですけれども、今ねイベントがね、これ十字架天使を第三形態へ進化させる権利をごくまれに獲得できる。で、超激ムズになると必ず獲得できる。こんな感じで、一応上級でトレジャーのやつ使えばね、ゲットできるみたいで、一応救いはあるんですけれども、この150超激ムズ、ちょっとどんぐらいのものか挑戦してみようかなと思います。まあ僕クリアできないんだろうな、超激ムズだと。ちなみに僕ね、本当にこうビックリマン大好きなんで、ちょっとお見せしますね。見て、ビックリマン、もういいでしょ。今回ね、この魔剣モデルで出現するのがね、うまくキラキラが伝わんないかも、このカメラだと。ワンダーマリアっていうホログラムシールのキャラがね、出てくるみたいで。これがね、また動くのがいいんだわ。ガチャで絶対当てたいのが、みんなね、ブラックゼウスとかがレアだよって言うけど、僕やっぱりね、このセントフェニックスを当てて、これヘッドロココにしたい、ヘッドロココに。これヘッドロココ欲しい、本当に。天使軍やったんだけどさ、ヘラクライスとか強すぎるんだけど、でかくて。はい、ということで、ちょっとやってみたいと思います。今ですね、もう本当に編成は、こう、ビックリマンのね、キャラたちを使ってるという感じで、大体、分かってきました。こんな感じで、ちょっと行ってみたいと思います。どんぐらい僕がボコボコにされるのか。さてさて。これ一旦耐えた方がいいのかな。この赤、うわ、強いな。盾が一瞬でやられちゃう。赤キャラを攻撃力下げる。よし。攻撃力下げて、やばいな。早い、出るのが。まずい、まずい、まずい。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、攻撃しないでね。攻撃しないで。頼むから。ね、攻撃しないでよ、ちょっと。攻撃やめて。もうお金貯まる前にもう全部ボロボロにやられるっていう、こんな感じなんですよね。本当に強いとこって。もう最初のやつさえ、もう倒せないっていう。いや、厳しいでしょ。ということで、僕は素直に、こちらの上級の方で、トレジャーを使ってですね、行きたいと思います。やっぱりね、ここ逃すと、また1年かかるんで、去年もやってたみたいでね。また1年かかるんで。さてさて。ここはちょっともう負けられないよ。さあ、ダンジャックを出して、これでお金稼ぎをしつつ、レベル3まで貯めまして、ちょっとね、僕、今までこう、自分でね、独自でやってきた中での、こういう戦い方かなみたいな感じなので、修正するとこあったら、ぜひよろしくお願いします。ここもっとこうした方がいいよ、みたいな。狂乱がまだね、手に入れられてないんで、ていうか、狂乱強かったんだけど、めちゃくちゃ、あれ狂乱強かったんだけど、さすがに上級にはね、負けませんよ。ビックリマンキャラばっか出してますから、僕。エコひいきですから。あ、来ました。ワンダーマリア。さっき見せたやつね。いいわー。ワンダーマリア。あんな亀みたいなの乗ってるんだっけ。さあ、ここはもう圧倒的な力で、ねじ伏せられますな。
さっきのなんか最初の赤のさ、オットセイみたいなアザラシみたいなやつにもう負けてるからね。最初のやっぱ時間稼ぎが重要なんだよな。お金ゲットしないと。にゃんこ砲も出しちゃって、さあやられちゃいましたね。スーパーデビルドミニ残りは、はい、勝ちました。やりました。これ何がもらえるんだろう。十字架天使第3形態ゲット、合計20以上で進化可能です。え、待って、じゃあ進化できるんじゃないの。あ、進化、ほらほら、もうマックスまでやってるから進化達成おめでとう。クラスチェンジしました。ストライク天使になりました。やったやったぜ。これなんか変わるの、これ。可愛いけど、たまに赤い敵の攻撃、あ、赤黒が、あ、クロスエンジェルで赤黒ダウン。あ、ほんとだ、変わってる。赤黒ゾンビの攻撃力ダウンに、ね、変わってる。すごいなぁ。十字架天使。やーの、やーの。クロスエンジェル、ストライク天使。やったぜ。これは嬉しいね。じゃあ今回は、そうですね。天使軍はもう負けるの確定だからなぁ。で、十字架天使が出たら、レベル上がるから。はい。経験値。おぉ、出た。十字架天使。はい、若人士。にゃんこびっくりマンコラボのやつも、レベル上げた方がいいのかな。でもさ、今ね、余裕がないんだわ、本当に。レベル上げる余裕がない、XP が少なすぎて。まだね、ゼウスもこれマックスしてないよ、ほら。必要経験値が高すぎるんだよ。さあ、浮遊大陸、一回負けてね、このエイリアンのやつに、ボコボコにされたんだけど、みんなからおすすめされたね、このエイリアンの、このなんだっけ、ネコサーチ、このね、ヤマト人手、エイリアンとゾンビに超ダメージ。まあ、これを起点に頑張っていきたいところですけども。さあ、一回負けてるんですよね。ちょっと一旦やって、勝てそうだったら、このスニアイパーとか使ってみようか。じゃあ、早くね、この未来編クリアしたい。多分、レベルキャップ解放されるんでしょ？違うのかな？なんかみんなさ、みんなの見てると、なんかレベル50ぐらいまでいってるんだけど、どういうこと？経験値足りないんだけど。ストライク天使も出しとくか？あー、天使が出てきた。そっか、先に天使が出てくるんか。ちょっと壁役で、シーガレオン出すか。壁。でかい、超でかい壁。だから、シーガレオンでなんとか、ならないかな。そう、シーガレオンで、ちょっと全体攻撃。さらに、ちょっと攻撃力を上げていく。で、強いのがね、やっぱね、ゼウスの攻撃力ダウンなんだよね。だから、ゼウス。そうそう、ゼウスを出して、壁作ってのゼウスがマジ強いから。壁作ってゼウスで攻撃力下げて、その間に攻撃役で攻撃する。みたいな感じ。さあ、ヤマト人手も出していこう。おー、出せる。ただ、あ、ちょっと待てよ。ここ、お金ちょっと、やればよかったかも。これ結構ね、あっという間にやられるんだわ。さあ、これ出てきますよ。もうすぐ。ちょ、お金貯めます。盾役だけ出して、お金だけ貯めとく。これ途中から出てくるから。盾役だけは切らさずに。たまにストライク天使。はい、来ました。攻撃の、ちょっと近づいてきたらノックバックさせて。さーて、ここから勝負ですよ。どんどんこれやられてっちゃいますから。安いキャラをどんどん出してって。さて。どんどんね、この強キャラたちがやられていくのがやばい。ほらほら、もうシーガレオン行ったでしょ。シーガレオン行きました。これちょっとずつもう途切らせないように出していく。攻撃力下げてくれ、頼む。ゼウスよ、攻撃力を下げてくれ。そして盾役を出し、ああ、もうどんどんやられてる。ね、ほら、見て、こんなに薄くなってる。
あんだけいっぱいいたのにこんだけ薄くなる、おかしくないですかねえ。やられるのが早くないですか。もうそしてほら、お金が枯渇してきたもん。お金枯渇、あの天使も出てきたし、ちょっと待って、にゃんこ砲がもうすぐ出せますけど、にゃんこ砲出せ、いけ、にゃんこを出してエイリアンに強いヤマト人体、そして壁を出す。もう一瞬でやられてない、大丈夫あー一瞬でやられてる。どうこれ、強くないねえ。もうお宝集めてんだよ僕、お宝集めてるのにこの仕打ち。はい、あっという間にやられました。ボスの体力が何パーセントかでスニャイパーを使う、どう ?30% って。スニャイパーあったらいけるかな。これでもさ、ラストステージじゃねえんだよね。行ってみちゃおう、スニャイパー使ってお金が枯渇してっから、やっぱりね、最初ににゃんこのあのこの左のお金稼ぎのレベル上げてた方がいいかもしれないね。ネコムートが出てんでね今ね。さあ次はエイリアン対策を出していく。壁とちび壁、まだあれだ、ゼウス出してないんだな。ゼウス出すまでちょっと壁役ばっか出して、ゼウス出して、そしてお金をちょっと貯める。お金貯めとこう、お金。さあノックバックをやって、遠距離攻撃のキャラでどんどん、あ、いいぞ、ちょっと猫ドラゴン、お金があるときはしっかり猫ドラゴンとかを。スニャイパーのおかげでもしかしたら結構余裕にいけるかも。あんまりでもアイテム使いたくないんでね、後々もっと強いステージいっぱいあるだろうから、あんまりここお金使いたくない。あーでもどんどんやられてんな、これやられてんな。猫ドラゴン残ってくれ、生き残ってくれ。うわー強い、ちょっと待って、エイリアンに強い、エイリアンに強い、ヤマト人体いけ、ねえお願いね、お願い、ちょっと強すぎだろマジで。ねえさっきより体力あるんだけど。いや復活するよ、もう使っちゃってるから。いや攻撃が早いから多分シーガレオンダメだわ、相性悪いや。一応攻撃力下げてるからなんとかしてほしい、マジで。ねえねえちょっと待って、もうボコボコよ。よし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 、あとはちょっと攻撃を早く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 、ねえ倒されないでお願い、ノックバックして。ねえやられちゃうやられちゃうやられちゃうから、お城守って頼む、お城守ってお城守ってお城守ってお城よし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 、あぶねえ、ちょっと待って、お城の体力いくつ、1500だから、見た今チラッと見た、1500しかない体力、あぶねえ見て見て見て、ほらもうあのスレスレだなっていうのは分かってたんだけど、お城の体力1500だから、ほらあぶねえ、危なかった、また猫缶使うとこだって、もったいな。いやーよかったわ、スニャイパーとさ猫缶使ってギリギリって、あのビックリマンキャラたちがいいな、嬉しいな、マジでこういうコラボしてくれてね嬉しいです。僕ちょっとガチャ頑張りたい。はい勝ちました、トレジャーレーダーも使った方が良かったかも、もしかしたら統率力上がるし。そして来ました月、
あ、統率力回復しますか。よし。さあ、月。どんなのが出てくんだろう。全然わかってないんだけど。スロット変える必要ないかな。多分エイリアンはいっぱい出てくるんだろうね。ちょっと、お様子見でいきまーす。さあ、何が出てくるの？うわ、何これ？かっこいい。しかも音楽が。どうしたらいいのかな。あいつがもうボスでしょ。だからボスが先に出てくるパターンだわ。ね、音楽クソかっけえんだけど。ちょっと盾作って、このみんなを攻撃してもらって、ゼウス出すか先に。ゼウスは攻撃力下げてくれるから。おー、すごいかっこいい。あー、遠距離攻撃系か。ちょっとじゃあゼウス当たっちゃうかな。うわー、やばいやばいやばい。なんかエヴァみたいだね。これは厳しいぞ。これゼウスもこれ当たってるでしょ。これなんだかんだ。じゃあどうするかな。うわ、かっこいいな。僕結構好きですよ、こういう音楽。あ、結構ノックバックはするね、この盾が。普通にこれ発射した方がいいかな。一回発射しとくか。攻撃力ダウンが、あー、一気に溶けるね、マジで。あー、これも出てくんのか。ゼウスちゃん頑張ってくれてるからいいんだけど、盾をしっかり出していかないと。よしよし、攻撃力下げてってるのはいいね。ノックバックし、あー、大丈夫か。ゼウスがノックバックしたってことは危ういんじゃないの。シーガレオン出した方がいいべきか。あー、なんかいっぱい出てきた。やばい、飛んでる的には強くないぞこっち。ゼウス粘ってるね。いいね、頑張ってるね。あー、いった。ゼウスがいった。ゼウスがいった。俺のスーパーゼウスがいった。さあ、ちょっと待てよ。エイリアンに強い属性のやつをどんどん出していく。で、ネコムートが一応いるから、ネコムートでなんとかの飛んでるエイリアンをやっつけたい。シーガレオン攻撃届かねえんじゃねえかな。どうだろう。あー、いった、ネコムートいった。シーガレオンの刃でいってくんねえかな。うん、ゼウス出せるんか。ちょっと、ああ来た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 。ゼウス出して、あー、今度はクマさんも出てくんの。本当にこうエイリアンの集合みたいな感じだね。さあ、長い戦いが今始まる。ああ、攻撃アップしてんな。よしよし、ゼウスで攻撃アップを解除できて、さらに下げてるのがすごい良くない？あ、また上がっちゃった。すぐ上がるんだからもう。あ、危ない。ちょっと待って。お金を無駄にはできないぞ。よし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 。でかい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 。これは上上げといて。
いいぞいいぞいいぞ。ちょっと結構結構いいかもね。かなりこっち有利になってない？頑張れ頑張れ、勝てるぞこれ。うわ一気にね、一気に死ぬんだけど。あーやばいな、ちょっと適当に出しすぎたらダメだもん。相手が攻撃モーションに入ったら、あーマジか、攻撃モーションに入ったらじゃ遅いんだ。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、向こうに。一応押してはいるのかな。まだやられないでほしい、ゼウスたちにはまだやられないでほしいぞ。いさあシーガレオももう一回出して、うわもう一気に消えるもん、あれですごいな。これ爆心地に行ったらすごいダメージ食らうんだろうね。ああね、ほとんどいなくなったんだけど、ちょっと待って。ほとんどいなくなった。マジかよ、ワロタもいなくなったの。よし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 、いいぞ、離した。またゼウス出せるぞ。めちゃ長いやんこれ。あー今度あのあれも出てくんの、大王が。勝手に大王とかって名前つけてるけど。あのウザ大王が出てくんのかよ。よしよし、攻撃力下げたら強いよこっち。ゼウスのね、攻撃力下げめっちゃ使えるから、ほんと。ほんとにね、やられなくなるの。攻撃力下げたら。ただ、あの、左のやつがずっといるから、やっつけたい、マジで。シネコムート出せる。よし！よしぞ、ノックバック。うわぁ、いったねえ、全部いった一気に。これいけそうじゃねえ、でも。エイリアンに強いキャラたちを。あぁ、いった。あれ本体にダメージ与えてねえ？本体さえ倒せば終わるんだけど、こっち。まだ30万ぐらいあるね。よーし！勝った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 ！ね、勝った！まさかの勝った！冬大陸は全然勝てなかったのに。勝ったわ、これ。これ勝利宣言ですわ。やりました、皆さん。未来編をクリアできました、僕。やった勝てた、よかった、未来編ようやくクリアできる。これちょっと一皮むけれるんじゃないの。やりました。スコア悪、スコア悪かったけど、やったぜ、超嬉しい。こうして我々エイリアンはニャンコ軍団によって完全に制圧された。ニャンコ軍団のニャンコ軍団によるこの世の地獄とも思える生活がこれから始まるのだと思っていたけど、結局我々の生活が変わることは全くなかったのだ。変わったことといえば、なるべくテレビ出演をしてほしいと
にゃんこに頼まれたこと、それぐらいだ。おかげさまで最近のテレビ番組ではお姉キャラに次いでエイリアンキャラが必要不可欠となっている。お約束となっているあれをいじられるネタはもはや鉄板ネタだ。あ、そうそう、この前にゃんこ軍団とエイリアンたちとのコンパがあって行ってきたんだけど、にゃんこたちは我々の世界にとても興味を持っているらしい。とりあえず宇宙には猫缶はあるのかと小一時間ほど問い詰められた。めんどくさかったので最終的にはあるよと答えたら、にゃんこたちは子供のように目を輝かせていたのがとても印象的だった。いつか宇宙ににゃんこが、まさかね。どちらにせよおめでとうにゃんこ軍団、ありがとうにゃんこ軍団、にゃんこ軍団よ無限の世界へ。え、これエイリアンの立場からじゃないの？敵だったのに。終わりました。やったとりあえずビックリマンコラボ期間中に未来編をクリアするっていうのはまず一つのね目標だったので、これは正直嬉しいです。これでなんかなんだっけ、にゃんこなんとかな、にゃんこなんだっけ、にゃんこ揃えたら効果が出るやつが増えるはず。そうそう、にゃんコンボ、新たな力ゲット、そして未来編に新たな賞が出現だ、そして宇宙編が出現だ、エイリアンの陰謀、反逆の戦乙女、ワスゴ、ネコバルキリー、第三形態に進行できる、欲しい。どうせ難しいんでしょう。あ、なんかセールが始まりましたね。にゃんこ軍団宇宙侵略、ステージクリアボーナス、謎のご褒美を手に入れることが、これ神様じゃないのこれ。あれ、レベルキャップは解放しないの？あれ、解放されてねえや。まだだった。もう30ぐらいまでレベル上げれるのかなと思ったんだけど、まだだった。まあでもね、これで解放されて、まあ進めるところまで進んでね、またお宝を集めると、またパワーアップするんでね。これでなんとかこう、なんとかね、ビックリマンコラボの一番いけるところまで行きたいかなと思いますんで、皆さん、よかったらですね、こうしたらいいよコメント、本当にね、お待ちしております。はい、ということでね、今回はビックリマンコラボの十字架天使をね、ストライク天使にするやつと、未来編の一番最後、挑戦してみました。ようやくクリアできた。浮遊大陸の方が難しかったですね。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は、登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。